あなたの今の状態に合った適切なストレッチはゆるかかと歩きの習得を容易にします。ゆるかかと歩きを習得することにおいてストレッチの重要性は正直なところそれほど大きいとは言えません。むしろ正しく歩くこと、練習をすること、そちらの方がウェイトは大きくなります。ただ、ストレッチが大きく皆さんの歩き方の習得に役立つことも事実です。皆さんは今以前の歩き方用の筋肉の使い方や張りになっています。その状態を解除することで正しい歩き方がとてもしやすくなる。そのためにストレッチは重要なのです。ですから私たちのお伝えしているストレッチは歩き方に問題があり疾患の出ている方がおよそなっているであろう状態を想定してストレッチを考案し組んでいます。しっかりと取り組んでみてください。ではその内容は大きく4つ。1つ目が横枕というストレッチ、2つ目が縦枕というストレッチ、3つ目がカエルというストレッチ、そして最後に4つ目がパタパタというストレッチです。どれも重要なストレッチになりますのでぜひ頑張って取り組んでみてください。はい、ではストレッチを順番にお伝えしていきます。まずストレッチの1個目は横枕というやつですね。横枕というのは姿勢や歩き方が悪くなってしまっている人はだいたい姿勢のバランスとして顎を引いてしまっている方がすごく多くなっています。で、この首をこっちに整理腕曲って言ってこの状態の首をこっちにアーチを取り戻させるためのストレッチですね。普段から気をつけておくのが大前提なんですがストレッチでもカバーするということです。で、まずその時の注意点をお伝えするとこんな感じのタオルをぐるぐる巻きにした枕を作ります。この高さというのはどれぐらい必要かというと当てる位置はまずこの首の下ですね。首の下の位置に当てます。そしてこう当てた時に力を抜いてもらってこの頭の下のここですね、頭頂部近いところが下についてなければ OK です。これがもしも下についてしまうようであれば高さとしては足りないです。このストレッチはどういうことをするかというともうこれで実を言うともうストレッチになってるんですけど頭の重さでこっちに牽引がかかるというような状態ですね。こっちに牽引がかかる、自重でやるストレッチが一番安全で一番効果が高いストレッチなのでこのような形にしてます。そうすると先ほどお伝えしましたがもしここがついてしまってると伸びていきたいのにもう止まってしまうという形になってしまうんですね。だから当てた時点でここは空いてる状態で、これが何センチとかっていうのがすごく難しいのは例えばタオルの材質が柔らかかったり硬かったりあとはご自身の首が長かったり短かったりで変わってくるので当ててみてどうかというところになってしまうんですよね。で、この状態で5分ぼーっとします。で、これは1日何回すればいいのかってよく言われるんですが5分以上やってもそれほどまあまあっていう感じなのでどちらかというと5分を何回もやる方が効果が高いですね。例えば朝起きて5分、例えば昼ご飯食べて5分、晩ご飯食べて5分、寝る前5分とかの方がずっと1回20分やるよりは効果が高いと思ってください。で、この状態でしばらくストレッチを続けていると、私たちの感覚では1、2ヶ月ぐらいしてくると、この状態でなんか寝れそうだなーっていう風になってきたりします。で、そうするとこの枕で寝てしまうと、寝てる間に首の形が整ってストレッチを改めてしなくてもそれで賄えるという形になりますね。だからこの頃真ん中へこんだ枕がよく売ってるのはこれをイメージしてる感じですね。はい。で、あといくつかこれに関して注意点をお伝えしておくと、最初首の角度がものすごいストレートに近い方は違和感を感じる場合があります。で、その場合は低い枕から始めてもらってもいいです。最初は頭がちょっとつくなぐらいから始めてもらっても構わないですし、で、逆に言えばどんどん首の状態が良くなってくると最初に作った枕の形が合わなくなってきたりします。その場合は枕のこの巻きを増やしていったりする必要があったりしますね。で、あとはこれは円形なのでどうしてもちょっと角度が急になったりします。で、この角度が急なのが苦しい方はこの枕を最初作ってその上からタオルを何枚か巻いて、巻くというかかぶせてもらうと丸に対してこういうふうにかぶせる形になりますから半円に近い形になるんですね。そうするとちょっと傾斜がなだらかになってやりやすかったりします。で、あとはよく言われるのはこれ頭に血が昇る感じがすると言われたりするんですがよく考えてみていただきたいんですけど
この状態とこの状態は高さは変わらないんですね。頭の高さはここが持ち上がってるからなんか落とした気になってるけど、本当は位置としては変わらないですね。ここが下がってるわけではないですから。だからこれはそんな気がするというやつです。でそういう気がすると実際になんかちょっと嫌な感じがするとか思ったりする方もおられるので、この理屈が分かってると、あ、頭を下に落としてるわけじゃないんだなというふうに分かると大丈夫になったりします。心配しないでもこの状態で頭に血が上ったりすることは別にありませんのでね。なぜかというと高さ一緒ですからね。下地面フラットですからね、という感じです。これが横枕というストレッチです。はい、では次は縦枕というストレッチをやります。これは横枕の時に使った枕をそのまま背中に縦に入れる形になります。一度横向きます。はい、乗ります。はい、この状態ですね。これ今頭がここから、頭がギリギリ乗るか乗らないかからこの辺りまで来てますね。で本当はこれストレッチポールってやつでやるんですけど、まあ何でもかんでも買う必要もないかなと思って代用してます。まあストレッチポールのある方はストレッチポールでやってください。でこの状態で膝は立っておきます。はい、膝立てましょうか。なぜ膝を立てるかというと、この状態は腰が悪い人なんかは反ってしまって苦しくなるので膝を立ててるだけですね。でストレッチとしては、足が悪い方というのは足と肩は連動しているので、足がオーバープロネーションという膝が内にねじれちゃって内重心になっている方は肩も一緒に巻いてたりするんですね。で肩をじゃあ開くというかフラットに持っていくと、その分股関節とか膝の向きもまっすぐになりやすいから、これを私たちは歩く指導に推奨して入れてます。もちろん巻き方自体を直すのも必要なことですしね。でこの状態で肩の重み、腕の重みでだらーっとこう開くというストレッチになってますね。でこの状態で1分です。はい、その際の注意点いくつか言っていくと、頭は別に正直あんまり関係ないんですが、この状態から落ちてしまうと気分が悪いので、ここの頭の端っこのこの辺が引っかかるような感じでしやっといてもらうといいかもしれないですね。でどこまで枕があればいいかというのは、肩さえ開けばいいのでこの辺りまであれば十分いけるんですけど、こっちまであった方が安定はします。でこの際手のひらは必ず上向きです。なぜかというと下向きにしてしまうと肩を巻き込んでしまう方向になるので、基本手のひらは上向き。睡眠をとるときも基本的には手のひらは上向き。一番ダメなのはお腹の上にこのような形で手を置いてしまうのはやらない方がいいですね。これ一番巻き方作っちゃいますんでね。はい、で巻き方の程度が自分で厳しいなと思っている方は、これを1分した後万歳してください。手を軽く組んで、で肘を楽にして力抜いて下ろしてきます。この状態で1分を付け足すとなお効果は上がりますね。この時気をつけていただきたいのは、手のひらをこういうふうに上に伸ばす、そういうんじゃなくてこのまま落としてくるだけです。そうするとこれは同じことをしてるんですが、より負荷が高くなってるんですね。でもしもこれがちょっと下に降りきらない場合は、ここ何か台かなんかに置いていただいて、その上に乗せるぐらいでもいいです。この負荷は降りれば降りほど高くなりますね。これが肩を開く目的でやってる縦枕というストレッチです。気をつけていただきたい点を最後にもう一個だけ言っておくと、どちらにしてもグッと開いてはダメです。グッと開くと体というのはその分反動で戻ろうとしてしまうので、これも自重、肩の重さだけで開くようにしてください。はい、ではカエルというストレッチをやりますね。足を横に抜きましょうか。はい、で一番上がるところがここだとしたら、これの7割ぐらいまでで大丈夫です。で顔はまっすぐ下か上げた方の足と同じ方向に向けておきます。でこのストレッチは何をしているかというと、基本的には股関節が内旋している方がすごく多くなっています。特に外反母趾の人は股関節が内旋している方が多いのですが、股関節が内向きになっているのを内向きじゃないようにするためのストレッチですね。でこの状態で1分ぼーっとします。でこれで十分伸びていってるんですが、気をつけてほしいのはぐーっと自分で伸ばそうとしないことです。どのストレッチもそうですが、自重ですね、ぐっとはしない。でこの状態で1分するのですが、このストレッチのいいところは、股関節が開くだけじゃなくて骨盤も整うというすごく便利なストレッチなんですね。ですからこれはすごく汎用性の高いいろんな形で効果のあるストレッチだと思ってください。でこれで1分やりました。足を下ろします。はい、逆の足もいきます。顔もこっち向きで、下か横でいいですよ。で一番上がるところの7割ですね。でこの状態でまた1分ですね。はい、はい、ではパタパタというストレッチいきます。でこのストレッチは股関節が特に内向きがきつくて硬いという人にお勧めしているストレッチです。でどうするかというと、足をこれぐらい軽く楽に開けるというのを開きます。で手は後ろにつくんですが、その際にこっちにはつかない、こっちですね、
足と肩は連動しているので肩を巻き込むと足も開きにくくなるんですね。だから開く方向、肩も開く方向で手はついております。でこの状態で簡単です。内と外に回すだけですね。こういうふうにパッタ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 。その時気をつけてほしいのは、行きたいのはこっちなんですけど、ぐーっと開くと反動で硬くなってしまうので重さで振られてる感じですね。重さで振られてる感じ。1、2、3、4、これで30回やります。はい。でその時に気をつけてほしいのは、つま先だけ回すというよりかは足の根元から回ってる感じですね。このストレッチは股関節の外旋、外向きを可動域を広げたいので、ここだけ先だけ広げようとしないで根元から回る感じというイメージです。はい。これで30回やったらそれで終わりです。これがパタパタというストレッチですね。いかがでしょうか。このストレッチを1日やったからといって大きく体が改善するというわけではありません。やはり継続が重要です。もしあなたが3ヶ月このストレッチを続けることができたら、その時には体は驚くほど正しい歩き方、ゆるか肩歩きをすることが容易になっているでしょう。頑張りましょう。